週興味を持ったイベント、若手女子芸人によるガールズトークライブ。若手芸人によるトークライブっていうのも俺あんまこうよくわかんないわけ。なんかこうすごいいろんなネタをやった人がトークもこんな感じなんだみたいなのわかんだけど、まだその若手芸人のトークもよくネタもよくわかんないのに、トークライブってなんだよみたいな。で、特にそれはこう自分の得て増えてみたいなことにも関係してくると思うんだけど、俺自体こう喋るということに対して苦労を感じたことがあんまりないっていうか、毎週2時間喋ってても終わった後4時間ぐらいまだ愚痴をこぼしてるんで、でスタッフから週2でやればいいんじゃねえの、もしくは週3で、あとそんなに喋りたいことはない、なんで日曜のやつやめてんのみたいなそんな感じになるぐらいだから、ネタを、逆にネタを作るってことはあんまりやったことがないんで、最近ネタのライブに関しては下手すりゃ他の人よりも俺基準甘いぐらい、なんでみんなこんな面白いの作るのにまだテレビそんなお呼びかかんねえんだろうって本気で思うぐらい、ネタのライブに関してもしかしたら俺甘いか、ネタをちょっと尊敬するとかあって、なんかこうトークライブってなんか俺の中でちょっと楽してる感みたいなのあるんですよ、ちょっとだけ。まあいろいろ事情あるでしょうけど、そこにガールズってついちゃうともうどうしようもない感じになってくるわけ俺の中で。ガールズトークっていうものはもっと認めてないですよ。ガールズトークをしたら口の周りにボツボツができる病気が流行ればいいのにと思ってますね。それで内田恭子らの口の周りがボツボツだらけになっちゃえばいいのにってすごい思いますから。ただ治るんですよ、すぐ。割と安い軟膏を塗るだけで3時間ぐらい治るんですよ。ちょっとした戒めのためにね、戒めのためにね。で、そのたまたまこの間伊集院光の新番組っていう、その自分の企画から編集まで全部やって番組が収録があって、でそれ出てもらったせいもあって、ホリプロのまあドブスタレントの白鳥久美子、それと川村恵美子、この2人出てもらって、2人なんかタンポポっていうユニットを組んでて、でまあ、この2人でコントとかやってた、それはすごくいいことだっていうね。お互いブサイクを前面に出したネタをやってるらしくて、どんなコントやってんのって言ったら、なんかクラスの休み時間に女子の主流に入れない2人の、暗くてブサイクな2人が恨み事半分にボソボソ話すようなコントをやってるっていうから、それは素晴らしいことだっていうので、僕はすごく期待してるし、まあネタ見たことないんですけど見たいで、ネタが見たいんだけどって話をして、最近ライブとか出てないのって言ったら、この川村恵美子と白鳥久美子の2人がネタのライブはないんですけど、今度同じ事務所のチェリーパイさんと4人でガールズトークのライブがあります。もうその時点でもう嫌な予感はしてるっていうか、ここを広げても嫌なことにしかならないのはすごい分かってるんですけど、ちょっとガールズトークのライブっていうものがどういうものなのかにちょっとだけね、興味を持っちゃったというか、なんかほら知らないものだから、たまたまこう先入観だけで、あんじゃん、そのエロい響きだけど全然エロくないものみたいの世の中にあるわけだから、オナモミってエロいかなと思ったら、別にこうチクチクするサマーセーターについて取れないだけの木の実だったりするでしょ。それと一緒でガールズトークライブっていう言葉が何なのかをちゃんと尋ねようと思って、もしかしたらだよ、ブス4人で女性機から出てる吹き矢でお互いの風船を割り合うやつだったら、それならまあとりあえず見たいじゃないですか。トークはしてねえけど、キリノコがガーっていうのはその武器の名前で、ルズトーガみたいな、そういうんだったら困るからさ、なんだろうっていうね、ね、でなんかわかんないけど、その風船を割ろうとしてるんだけれども目にぶっ刺さっちゃったりとかするみたいな、うわー大丈夫大丈夫って言ったら、本当はその何、目には刺さってなくて踏んでるとこでかわしてて、心配してきたところに今度
女性器に6本刺してる吹き矢でマシンガンガトリング感的にヒュ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 って吹き矢を出してなんだこれこのライブなんだそのライブすごいお金を払いたいぞ俺はリングサイドで見るのに当たってなんだこのライブワイセットバイオレンスが交錯してるけどなんだこのライブまあまあそんな思ってどんなのって聞いたらガールズトークを人前でするらしいんですよねえ吹き矢はと思ったんだけど吹き矢の矢の材質の話をしたかったんだけどと思ってでねじゃあそのガールズトークは俺そもそも分かんねえんだけどそれどういう感じなのって言ったら例えばなんつってたっけな気に入った合コンかなんかで気に入った男の子に後日ご飯を誘うメールをしましたとだけど3日経ってもその一切返信がない時に改めてもう一回出すメールの内容としてベストなやつは何とかっていうお題が出てでみんなで答えるんだってもちろんあれですよそれをフィリップに書いてそれをこう円錐状にくるくるっと細くこう丸めてでそれを筒の中に入れて筒を女性器に入れて答えてきた人ったら下っ腹に力入れてはい、一番真ん中に当たりましたから白鳥さんの勝ちですじゃないのよそれをフィリップに書いてみんなで見せ合うみたいなやつででねあと初めてできた彼とのデートコースで一番いいのは何みたいなでみんなで答え合うみたいなで書いたフィリップに書いてフィリップってももっとわらばんしみたいなフィリップに書いてでそれを細くして矢のとこに結んでで馬にまたがってでそれをそのハイヤーハイヤーかのシュタッあたーりーで一番当たった人が勝ちみたいなやぶさめ要素はゼロなんですね切るのがガールズとトークで切ってますからその弱ったもんででそれどういうのを書いた人が勝ちなの聞いたらだよびっくりするでジブリの森美術館って書いた人が勝ちだったらしいんだよ今ここほら男性陣しかいないじゃないですかここなんだろう燃えるゴミ燃えないゴミ男性の中でもゴミのようなやつの置き場じゃないですか、ね、だから今全員がすごいシュールな感じに包まれたでしょ女芸人が4人集まってお題が初めてのデートに最適な場所はどこで三鷹あれジブリの森美術館が優勝ってなっちゃうとどうしたらいいの？どうしたらいいの？もうどうすることもできないよ。どっかの国にあるさ、タンカーの墓場って言われてるさ、こう世界各国で一番使い古されたタンカーをさ、そこにこう接岸するとさ、その島で働いてるさ、こう何百人っていう労働者がそのタンカーをちっちゃく切ってさ、鉄くずの山にするさ、もうで危険だし危ねえし社会の縮図みたいもんがそこにはあるしのあそことか書くならわかるけど初めてのデートなのにあそこっつって大変らしいよあそこもなんかっていうもともとノーヘルでやってんだよその作業最後のそのなんかそのドックみたいところまで行く余力しか残してないタンカーがそこに着くと隠れーってうーわーってみんな言ってタンカーを壊すみたいな専用の器具はなくてちょっとしたその錆びた鉄を切り取るためのバーナーみたいなやつをみんながうわーそれこそ巨像に群がるアリの大群みたいにしてもう次から次へとタンカーがその鉄板小さな鉄板に分解されていってそれがみたいな
とこにブスと行くのはすごいと思う。それはすごいと思う。あそこ行かないなんつって小さくコクリとうなずいたら、それはねいいと思いますけど、なんだよジブリの森美術館、ジブリの森美術館ってお前デートに行くとこだぞお前。何それ、パンはパンでも食べられないパンなんだ、人のパンぐらい全然なんでもねえぞそんなの。そうでしょ、そうでしょ、実際はパン、もっとパンはパンでもパンなんだパンぐらいのやつです。もうどうしてもいいかわかんないよそんな。それをやってるらしいんですよ、あの一番おいしいスイーツはみたいなね、角砂糖でしょ、普通は角砂糖でしょ、自分でも会心の日の輪くぐりができた時にいただいた角砂糖がおそらくこんないいスリリングなね、あの踏切板のとこでバランス崩したように見えたんだけど、それはあのなんつうの、あのひねりを加えてドリル状に日の輪の中にくるくるって入っていって、ちょっと焼き魚の匂いがしたんじゃねえのっていうままプールにドボーンって入っていって、そのプールから出た時に親方がくれた角砂糖でしょ。っていうか今焼き魚の焦げたちょっと匂いがした時点でこう飛んだ生物がちょっと何なのかが分かんなくなったけど、最初ライオンかなと思ったけど、ちょっと魚っぽいやつなんだと思った上にプール入ったら何だか分かんなくなったと思うけど、それでしょ、それをなんか分かんねえけど千匹屋のカフェがどうのこうのもなんか言うんだよそのやつみたいな。でもその時点で俺もうなんだろう、あの伊集院さんによく似た形のおがくずの塊みたいになっちゃってるから、もう何にも理解する力が全然なくなってるわけ。ほんであとなんか言ってたけど、カフェ飯がみたいなこと、カフェ飯もカフェ飯なんてか、言葉の意味が分かんねえか、そういうの延々と言ってるうちに、なんかすごいこうシュールな感じっていうか、そのライブにちょっと行きたいなっていう感じと怖いっていう感じとで、いろいろこう分析したくなるわけです。そのガールズトークって何みたいな、でおそらく僕らがやってた童貞サミットにすごい似てると思う。モテない男子がモテない同士でそのまあ石原さとみと相武咲と同時に告られた時に両方を傷つけない振り方みたいな話を、まあ俺ら世代はもうちょっとこのメンツがちょっと古いからメンツがちょっと違いますけど、その淡谷のり子とキュウリー夫人の同時に告られた時にね、夫人にお前もう夫人じゃんっていう、キュウリー夫の方もなんか偉い人らしいけどあんま立ってねえから夫を立てろよってまあそういうこうシミュレーションをやって、でそのまあ俺らの子にはキョンキョンと松田聖子とかでいいんだけど、まあベタなところで言うと、その両方またよくわかんないね、その両方傷つけない断り方っていう設定が本当によくわかんない。俺らもうなんかもうちょっとその頃のその自分たちはあのねじ切れちゃうほどモテたいじゃないですかね、あのもうなんだろうね、あの気絶するほどモテたい頃にもうモテモテモテになりたいじゃないですか、モテモテでももう足らずにモテモテモテになりたい頃だから、それよくわかんない感じで言ってましたけど、その時になんか男の中にあるちょっと自虐的な要素っていうか照れの要素とかはあったと思うので、なんか、ね、最終的にはそんなこと言ったところでモテてないっていうビンビン来る自覚みたいな持ってたと思うんだけど、それのないパターンかな。なんかこう、いや童貞サミットに対してガールズトークってつけちゃう、そのあたり童貞サミットってそのすごいそのどうせ俺たちのイメージすごいあるじゃないですかね、モテません、モテません前提のやつ、モテません前提のやつあったじゃないですか、それがこうないんだよね。それで
家帰って寝ててムカムカしてくるさ。で次の朝うちのかみさんにさ、そういや壁飯ってなんだっつ、壁飯って言葉が昨日喋ってる中出てきたんだけど、これ俺の知らねえ言葉で、もう俺それ知らねえ言葉出てきたら聞くのはお前か金田一秀穂先生しかいねえんだけど、これはカフェ飯って言葉は秀穂向きの言葉なのかお前のジャンルなのかちょっと教えてくれとね。したらまあ私は分かりますと、カフェ飯っていうのはカフェでご飯を食べることですっていうのね。え、そんなのカフェでご飯を食べることでいいじゃんか。あれだろ、喫茶店とかでマスターにあのカレーくれよってカレー終わっちゃったんだよね。終わっちゃったってもう腹ペコで現場すごい、現場あんのに、おドライカレー作ってやるから頼むわ、だそれだろ。そうだったら俺もやったことあるよっつってねえ。それじゃねえって昔あんだよ。ほんでさ、あの朝それ起き抜けに言ってからちょうどいいから、じゃあそのカフェ飯っていうのを実践で食べ行ったらどうだったらしいなってさ。ほんでなんかちょうど自分がその自分の友達とかとカフェ飯をして評判のいいとこがあるからみたいな。ほんで俺がまだカフェ飯してもいねえのに、おめえカフェ飯してんだと思ってさ。で、その、しょうがねえから。俺が食べるご飯がねえ、食べるご飯がねえって言ってさ、ね、あの、近所の台所のその三角コーナーのものを食べてるのに、で、ご近所に行ってはね、三角コーナー、まあ割と裕福なお家の三角コーナーですから、ね、三角コーナーの中ですけど、フォアグラとかありますから、皆さんにかわいそうとか思われたくはないですけれども、すごい豪華なキャビアとかもある三角コーナーですから、全然なんでもないですけど、悲しくもないですけども、全然なんですか。で、やってる時に、やってる時には俺が三角コーナー渡ってる時に繋がっちゃうから変だよな。そこの現世との橋はちょっと一回壊せ。現世と妄想の橋を壊せ。でしたらなんかその、神楽坂かな。大体さ、うちのかみさんが日頃何やってんからか知んねえよな、昼間に何。昼飯どこで来てるのか知んねえからさ。その壁飯のとこずっとやるってやってさ、行くわけ、行ったら神楽坂なんてさ、坂がすげえあるじゃん。ねえ、もうお腹すく前に倒れちゃうよ、あんなお腹すいて倒れちゃうよ、ご飯食べる前にみたいなこと言ったら、その壁飯でここはその女性誌とかよく出てるとこだからみたいな話言ったらさ、まあ人もいっぱいいたしさ、で神さんと入って、でそのランチタイムはなんか五穀米とおばんざいみたいななんかセットになってるわけ。したら五穀米と、おかずが今日は全部で10種類おかずを用意してる中の、3種類を、食べることが取ることができる3種類の小鉢とその五穀米のセットです。でデザートもついてますみたいなやつやで980円かなんかなわけ。まあそのおかず3品って考えたらそんなに高くねえよな、980円って。でこれはなんか俺たちの知らないとこにちょっとしたもんがあるなと思って、したらさ出てきたらさ、もうさその小鉢の一個一個がさ、もう何病気の小鳥でもまだ食べられるぐらいの量なわけ。もう小鳥がいっぱい生まれました、生まれたけども、そのこの数に対してすごい量の多い小鳥だなと思ったら、自然というのは厳しいものでと、子供を押し合いへし合いのうちに体力の弱い小鳥は巣の下に落ちて死んでいくのです、の死んでいったやつでもちょっと少なくないっていうぐらいの量のね、そのやつをこおちょこだよね、もうおちょこみたいなやつによくそんな小ぶりの里芋があったねっていうぐらいの、あの里芋の煮っころがしみたいなやつがそれメニューだから、俺里芋の煮っころがしがすごい好きだから、俺もあの最悪仕事なくなったら一日中鍋の中で里芋と一緒にコロ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 転がってたい。俺がすっぱだかになってる体中に里芋がずっと転がっててくれたら、それで時間がまあちょっと時間が空いてるときお腹が空いてるときには里芋を食べたりとかして、ずっと煮っころがしてもらいたいぐらい俺は里芋の煮っころがしが好きなんだけど、1個じゃん、煮っころがしってそんなじゃないじゃん、何個も何個もの里芋がゴロ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 言ってる感じが里芋の煮っころがしやんか。
なんか本当に小さい、なんかまだ里芋の中でも子供みたいなやつがコロッと入ってるんですよ、だけのやつと。あの風呂吹き大根、なんか風呂吹き大根の鶏あんかけみたいな、言われるとそんなの飯と食いたくなるじゃんか。なんか風呂吹き大根って俺の中であの丸くて初めて大根じゃ、丸いさ、円筒の、円筒でいいんだよな、円筒の形してるやつがその風呂吹き大根じゃん。なんつーの、半径かける半径かける 3.14 かける高さで面積求めるやつじゃんね。それの鋭角のやつなんか見たことある？鋭角、その8分の1ぐらいで切ってあるからもう鋭角なんだよ。そのかける高さもすっげえ少ねえやつなんだよ。それがまたそのおちょこ見てるな、その3つのおちょこぐらいで、もうなんつうの、この俺がご飯余っちゃうってすごいことだよ。ちょっとご飯でご飯の盛りで使えるご飯余っちゃうからバランスですよ。で最後その、デザートついてますみたいなのあるからさ、ちょっとデザート待ってるじゃんか。待ってたら全然その今乗っけてもらったお盆のその3つのおばんざいとご飯があるお盆のご飯の四角ぐらいのところにあるさらに小さいそのおチョコみたいなの上にわらび餅1個の上に生クリームなすったみてえなやつが置いたんだよ。いや変な、その生クリームの量なんてうっかりしたらほっぺについてるやつ全部集めてももっとあんだろそっちの方がぐらいの量の生クリームとわらび餅、もう変な話それ見ちゃったらそんだけ小さいこう器を作れた職人がすごいと思うぐらい、どんな小さなろくろで回してんだよと思うぐらいのやつにあるやつで、あれがどうやらカフェ飯、それがどうやらカフェ飯らしいんだよね。なんかだからあの神様少ねえみたいな話したら、いやカフェ飯なんだからみたいなこと言われるわけ。なんでそのカフェ飯なんだからってよくわかんないけど、だってカフェで食べる程度のご飯だから、なんかその俺だって多分6人前ぐらいいけるぐらいの量の感じ、俺の中ではあれは喫茶店にあって頼んで座ってお盆に出てくるから飯とかになってるけど、器の大きさとか見てるとあのスーパーの試食コーナーぐらいの量のやつがだいたい一器あたりなんだよね。なんだこれと思って、なんかもう俺一生わかんねえ、一生わかんねえ感じになってるんで、じゃあ死にます。月曜ジャンク一丁寧光る深夜のバカ力。